はい、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今日の新聞第55号です。それでは今日の新聞記事を紹介していきます。今日も産経新聞からの紹介です。2016年2月17日トピックス、慰安婦問題、強制連行説は捏造、20万人朝日新聞が混同。日本政府は16日午後、国連欧州本部で開かれた女子差別撤廃委員会の対日審査で慰安婦問題に関する事実関係を説明した。政府代表の外務省の杉山信介外務審議官は、強制連行を裏付ける資料がなかったことを説明するとともに、強制連行説は慰安婦狩りに関わったとする吉田誠二氏による捏造で、朝日新聞が吉田氏の本を大きく報じたことが国際社会にも大きな影響を与えたと指摘した。また慰安婦20万人についても朝日新聞が女子挺身隊を混同したと説明した。日本政府が国連の場でこうした事実関係を説明するのは初めて。はい、よくぞ言った杉山君、よくぞ言ってくれました。まあまあ遅きに失した感じはありますけど、こういうことは伝え続けることが大事ですからね。それもこれも事実と妄想がごちゃごちゃに混ざった吉田証言と、それを取り上げた朝日新聞が発端になっています。そしてそれらが事実でないにもかかわらず、日本政府の見解として位置づけた河野談話が出てきて、クマラスワミ報告をもってそれが国際レベルにインプットされてきました。それが戦後の日本において慰安婦問題をこじれにこじれさせ、反日勢力のロビー活動を勢いづかせることになっているんですね。今でもなお歴史修正主義だのなんだのレッテルを貼って日本を批判するどうしようもない国がありますけど、この件において悪いのは何だったのか、もうはっきりしてるんですよね。それでも人に向かって自分を強く主張するっていうのは非常にはしたないことで、沈黙は金なんて言葉もあるように、つつましくしていることこそが美徳なんていう概念が日本人の中にはあったりしますけど、国際社会ではそんなもん誰にも理解されないわけなんですよ。そういう意味では事実であることと事実でないことをしっかりと区別して主張してこなかった日本にも大きな落ち度があるわけです。今回の日本の主張は中国や韓国としては到底受け入れられないものですので、今後もこれらの国とは摩擦が続くことになるとは思いますが、まあ今からでもいいですよ。日本政府には世界に向かってしっかりと主張し続ける姿勢を貫いてほしいものですね。しかし河野談話を踏襲しつつも事実関係を説明するというのは、政府にとっても非常に難しいことであるのは間違いないと思います。河野談話がどうしようもないデタラメだっていうのはもう明らかなんですよ。ただそれが今さら覆すことができないっていうのはなんだかなという気持ちになっちゃいますよね。チャンネル登録がまだお済みでない方は登録まで進めていただけると大変嬉しく思います。それではまたの機会に。ごきげんよう。さようなら。